はい、ありがとうございます。先ほどまでは国境なき医師なんてどういう団体なのかみたいなところを小島さん視点でお伝えしていただきましたと。ここからちょっと本題なんですけど、小島さんって国境なき医師団に2014年に最初にアサインされてから約8年間ぐらいですかね、いらっしゃったと思うんですけど、どこの国に今まで行かれました？一番最初はパキスタン。パキスタン。で、2回目もパキスタンに行って、イラク、レバノン。地中海救助船、南スーダン、バングラデシュ、カメルーンで、あともうずっと船です。そうなんですね。今までこの8年間で何回行かれました？国境なき医師団で行ったのは11か12とかそんな感じですね。あ、そうなんですね。数じゃないです。日本人ね、数好きじゃないですか。何年働いたとか、何年働いてもできないやつはできないし。なるほど。ちなみに一番最初に行った国ってパキスタンじゃないですか。最初に行った要請内容みたいなのって何だったんですか？パキスタンのペシャワールにある病院でベテランの助産師がいるから、その人にちょっとくっついてやるみたいな。あ、そうなんですね。ちなみにそこで働かれてる病院は国境なき医師団が作った病院？そうですね。学校を改修してやるんだ。そんな感じでした。ちなみに国境なき医師団っていうところでいくと世界から来るわけですよね。だからプロジェクトメンバーでいくと何人になるんですか？私みたいなインターナショナルスタッフっていうんですかっていうのは、その時は12人かな。12人もいたの？そうです。で、一緒に住んで、一緒にご飯食べて、一緒に働いてですから、ずっと顔合わせてますよ。え、そうなんですね。その12人は全部海外の方だったんですか？そうですね。どっからの国が多いんですか？ヨーロッパも多いし、持ってるパスポートによって行く国がすごい限られるんですよ。で、パキスタンは当時フランス人が来れなかったんですね。強めの招待状がないと来れないみたいなことをしました。そうするとカナダ、オーストラリア、アメリカもいたかな、ニュージーランド、スペインだった気がします。すごいな。ベルギーもいたな、その時。絶対日本じゃできない生活ですよね。ちなみに住居とかって普通にアパートみたいなところなんですか？日本みたいにちっちゃいアパートみたいなのないんですよ。だから豪邸みたいな城に住んでました。10部屋とかあるんですよ。でもないんですよ、多分ちっちゃい家が。あ、はいはいはい。実際どうでした？楽しかったですか？楽しい時もあります。サマーキャンプじゃないですけど、まあでも年齢層とかにもよります。年齢層高いとそれぞれ各自8時には寝てますから。おばあさんとか。その時のパキスタン行くじゃないですか。パキスタンはね、若かったですね。小島さんは20代29でした。29、最年少27とかもいた。でもやっぱ全然若い方でした。20代で。じゃあパキスタンは若いんで基本的に楽しかった感じですか？そうですね、そうですね。ちなみにパキスタンって初めて行った時って何ヶ月行ったんですか？3ヶ月でしたけど、2週間延長したのがなんか人が足りないとか言って、じゃあ3ヶ月と2週間ぐらい行ってた感じなんですね。じゃあそうやっていろんな国行かれてるじゃないですか。一番聞いてみたいなと思ってるのが南スーダンなんですけど、南スーダンは国境なき医師団に初めて入った後、どれぐらいの年数経ってから行きました？2017年に行ったんですよ。2017年に行ったんですね、はい。その時はどういう要請内容で行かれたんですか？助産師って大体要請内容一緒なので。じゃあ病院が違うだけで。そうそう、やること一緒ですよ。でも助産師さんって実際現地に行って何するんですか？子供そんな毎日は生まれないですよね。生まれますよ。そうなの？生まれた時20人とか生まれました。でも別に私がそれをするために行くわけじゃないんですよ。それはもう現地の人たちがやってくれるので、それを調整する役みたいな。じゃあ実際に現場でやるっていうよりは、そこを調整するみたいなところで入ってるような感じなんですね。ちなみに南スーダンって結構内戦とかもひどいと思うんですけど、どんな生活してるんですか？南スーダンの私がいたところは国連の同じ敷地の中に住んでいて、12万人の難民って言われる。12万人も収容できるの？そこのめちゃめちゃ大きいです。後で上空写真見せますけど、やばいですね。プレイスオブシビリアンズって言って、市民の住む場所みたいな感じになってますね。実際病院ってその施設内にある建物みたいな感じなんですか？テント。私たちが住んでるのもテントでした。じゃあその敷地内にあるもののテントで住んでるってこと？そうですね、そうです。あ、そうなんだ。ちなみに南スーダンで一番印象に残ったこととか、これだけは忘れられないなみたいなことあります？毎日がサバイバルだったので、生き残ることに精一杯で。ちなみにどういうことですか？テントの中住んでますからね。暑いし、朝起きたら天井なかった日ありました。どういうこと？すごいストームが来て疲れてて爆睡してたんですよ。うつ伏せなんで基本的に眩しいなと思って起きたら、空が見えると思って、テントの上がバーってなんか映画じゃないんだからめくれてて。マジですか？そっか、天候がすごい悪い日でも関係なくテントですもんね。そうですよ。テントって下は雑草ですか？赤土なんですよ。でそこにレジャーシートみたいなの、分厚い版みたいなのがあって、なるほどなるほど。だから雨とかが降ると床がへこむんですよ。恐ろしいね。ちなみに雨とか降るとスコールとかじゃないですか。なんでめっちゃ雨が流れていくじゃないですか。流れます。川です、自分のテントの前。マジか。全部靴とかは中に入れとくんです。ちなみにちょっと話変わっちゃうんですけど、小島さんに聞いてみたいことがもう一個あって、って高校キャリアってどう考えられてるんですか？プラン高校3年ぐらいずっと記事の仕事をしていて、記事とかにもすごい載ってますよね。多分日本で唯一助産師といって船で働いてる人だと思うんですよ。でも私は結構それが好きで、この3年続けてて、で MSF じゃない14日を転々として働いてて、実は昨日次の仕事が決まったんですけど、ドイツの船で CI っていう船があるんですけど、それ何する団体なんですか？まあ一緒です。救助船です。そこはドイツの NGO でっていうだけで、言ってることは一緒ですね。じゃあ今後はそことか、まあいろんなところ、とりあえず4月にそこに1ローテーションだけは行って、また日本帰ってきて考えます。あ、そうなんだ。ここまでキャリアを歩んできた人がノープランって面白いけどまあでも言い換えるとどこでもやっていけるって感じなんですよね。だからフリーの身でいたら何でも挑戦できるじゃないですか。確かにね、そういうことですね。ありがとうございます。はい、ちょっと最後3点だけお聞きしたいなと思って、いろんな海外行かれてると思うんですけど、海外に行ってるからこそ日本っていうのをどう見てるのかっていうのをお聞きしたくて、どうですか？今コロナなんで日本帰ってくるとマジ鎖国だなと思います世界のニュースが入ってこないんですよ。確かに全然入ってこないですよ。マジで入ってこない、ね、しかも入ってくる情報が限定的っていう。そう、相当ざるにかけられて自分たちの都合のいいことしか言ってないから、英語ができないと情報貧乏みたいになりますよね。いや本当におっしゃる通りで、入ってくる情報もネガティブな情報多いし、国際情勢とか今起きてることっていうのは全然入ってこないですよね。全然入ってこないです、ちなみになんですけど、小島さんが考える国際協力って何ですか？私別に誰かの役に立ってるとか思ってないんですよね。あ、自分としてはってことですよね。全然自分好きで海外で働いてるだけなんで、国際協力とは海外で働くための理由みたいな感じですかね。そこに何かの意味があるわけじゃなくて、自分は楽しいから海外でやってる、自分に合ってるから途上国とかでやってるっていうだけの話だと。そうですね。それが他の人たちから見たら国際協力って言われる。国際協力ってちょっとね、言葉が流行りですよね。確かに。ちょっと最後になんですけど、これだけ経験したからこそアドバイスできるものもあるかなと思っていて、アドバイスするとしたら何ですかね？国際協力をやりたい人たちですか？英語。英語はどうやって学ぶのが一番いいですか？じゃあ英語を喋らなきゃ死ぬという場所に自分を置かないと人は喋らない。なるほどね。オーストラリア留学。そうです、そうです。日本にいたら喋れないですよね。喋れないです。どんだけ英会話の授業が出てても、オンラインとかでやらないよりはもちろんいいですよ。でも今それコロナが落ち着いてから行きますとか言ってる人は別に今行きますからね。コロナあっても日本だけなんで今騒いでるの。いや本当そうですね。だから行けばいいと思うんですけど、そういうこと言ってる人は今からでもオンラインで始めてもらって、基礎ができてて行くのとゼロで行くのとだと伸びがやっぱ違うから。あと今来るのとアラビア語でしょうね。アラビア語を喋れる人いないですね。いないです。そうそうそう。だからそういうところに行った方が需要がある。確かにフランス語とか英語は広いところで使えるけど、一方で喋れる人いっぱいいますからね。そうなんですよ。アラビア語喋れますからちょっとかっこいい。かっこいいですよね。めちゃめちゃ難しいと思います。相当需要ある。はい、相当需要あります。言語を固めないと人とコミュニケーションできないし、そういうことです。国際協力とかの仕事とか、人があってできる仕事になるんで、言語っていうのが必要なことですかね。でも TOEIC900 とか言ってるわけじゃなくて、文化とかを知らなきゃ無理なので、喋れるだけでもダメなんで。ありがとうございます。ちょっと今日は国際協力の中でも故郷なき医師団で働かれていて、これからも活躍されていくであろう助産師の小島さんにお越しいただきました。小島さん、ちなみに本もされてるんですよね。はい、そうなんですよ。絶賛売れてませんけど。3年前に出しましたんで。はい、これなんていうやつですか？国境なき助産師が行く。かっこいい。でもこのタイトルは私が考えたんじゃないですか。本屋さんが考えた。そうなんだ。これは国境なき医師団で小島さんがどういうことをしてたのかっていうのを、いろいろな国での体験談を書いたりとか。そうですよね。今日はパキスタンと南スーダンしか言わなかったんですけど、もっとあるんですよね。あります。なのでぜひ気になる方は概要欄にリンク載せておくんで、ぜひ購入してみてください。はい、お願いします。行動が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。